です。それによって2リッターの4気筒のターボチャージャー、しかも今度はですね、各シリンダーに直接燃料を噴射するという直接の技術直噴エンジンというのがレーシングエンジンで採用されるというのは、まあ、今シーズンからですね、装いも新たに、車両のレギュレーションが変わりました。そのいわゆるですね、さあちょっと今試験で危ないアクシデントがあったんです。山本直樹選手が今バーンと飛んでで入っていて、まあ、ことなきを得たようなんですが、さあちょっとアクシデントを今お伝えしたんですけれども、まあ、これ大きな話なんですが、まあ、2リッターの時に4トン入れて、まあ、大何がいいかと言いますと、まあ、排気量が小さくなってターボチャージャーがついてということなんですけれども、パワーはそのままに、まあ、ほとんど変わらないぐらいのパワーまでは引き出せるんですが、大きな違いとしてはやっぱり燃料が少なくできるというところが非常にですね、まあ、量産の今車がどんどんとダウンサイジングターボで、まあ、少ない燃料でビッグパワートルク、そして燃費がしかもいいというのを求められていくという、その量産の流れに沿った形のレーシングエンジンになってますね。ですから、まあ、計測をされたサーキットとしては東北にありますスゴーというところで、まあ、トヨタの開発陣が出した数字というところでは、同じ SF13 去年までの車と比べまして、同じタイムを出してもですね、 SF14 の方は 15% 燃料が少なく、その少ない消費量で同じタイムが出せるという実績が出ているそうです。まあ、それを考えればですね、当然レース距離の250キロ走れば200キロでレースをすることができるというのは、これは大きなやはり進歩であるわけですね。そしてやはり4気筒の2リッターのターボエンジンというのは何が言ったのか、